まに超大当たりない。何が当たりだった？あ、はい、はいはいはい。イーマノザメの。わかんねえあんま。イーマノザメの。シャルドネスパークリング味。わかんねえ。マジで曲がった。あれやばかった。マジでめっちゃ買ってたわ。いや全然わかんない。だから俺それ三ツ矢サイダーのあれでしょ。そういうのもあんま選ばんもん。別に僕もイーマノザメの基本は食わないんだけど。少女時代コラボしててさ、当時。ああ。それで買ったよね。そしたらクソほどうまかった。単純に味が。結局限定だからさ、大体。マックで僕がすごい好きだった期間限定で、マックはよくあるな、それが定格はね、いや期間限定にもさ、あれがあってさ、シーズン限定と、シーズン限定のあれは期間限定なんだろう、毎年出ます、真の期間限定じゃないじゃん。ああ、いやまあある意味期間限定なんだけど、いや本来の意味の期間限定ではあるよね、うん、どっちが本来なのか分からんけど、この期間限定なのかさ、一回きりのあれじゃない、シーズン限定的な意味なのかっていう、まああれだけど、いやもうなんかもう一回再販してほしいマックのバーガーベスト2。素晴らしい。3ぐらいまでは